はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。プレバン限定ライダーヒーローシリーズ EX 仮面ライダーダブルサイクロンスタイル3体セットです。はい、来年の8月までダブル10周年の記念イヤーってことで僕も借りながら動画でダブルを押していこうかなと。なのでこれを機に未開封だったいろんなアイテムを開けていきたいんですが、これがプレバンとか東映ヒーローネットで受注販売されたアイテムなんですけど、 中にはダブルのソフビが3体入ってて定価が3500円ぐらいなんですよあとはヒート版とルナ版があってその3つを買うことで9体のハーフチェンジのダブルのソフビが揃うっていうそういう企画のアイテムでしたねこれはサイクロン版なのでパッケージもサイクロンカラーになってて一瞬ガヤメモリが入ってるのかなと思いきやソフビのみですね で、ここにサイクロンと、よく見ると、ジョーカー、メタル、トリガーで、サイクロンジョーカー、サイクロンメタル、サイクロントリガーが入ってると。あと、付属品とかもありますね。では、レビューしましょう。これはちょっと前に、1000円ぐらいで、マンだらけで買ったんすよね。はい、取り出すと、ほんと新品だね。はい、サイクロンメタル、そして10年前の、 サイクロンジョーカーね、10年前のソフビー、めっちゃ出来いいな。これ、重塗装版だっけパッケージには書いてないけど、えっと、公式サイトの説明だと、重塗装一部新規造形って書いてありますね。ということで、すげえな、これ。最近のさ、ダブル。まあ、これも、プロポーションリニューアルされて、むちゃくちゃいいんだけど、この、レジェンドライダーヒストリーね。これ僕好きなんだけど、さすがにやっぱ、 やっぱ当時のものっていうか、プレバンアイテムになるとメタリックとかも濃いめでめっちゃ綺麗ですね。で、裏側のこういうところも全部塗られてるわけですよ。はい、サイクロントリガーで、サイクロンジョーカー。ソフビのクオリティ高いな。そしてサイクロンメタルの3体が入って、 いましたさらに付属品がトリガーマグナムとメタルシャフト持たせられるようになっててなんかアーツの小物っていうかオプションパーツみたい。変形こそしません。形状は固定でソフビーの軟質アイテムって感じですがメタルシャフトきっちり色分けされてるし長いし さらに、はい、トリガー、マグナム、メタリックカラーでこれも表現されてるし、要はここが、開き手になってるんですよね。だいたいこういうのって握り拳が基本なんですけど、開き手になってますから、ここに、こうやって持てると、おー、ぐと、はまるんだ。すげえいやでも、昔の装備って割とこういうさ、オプションパーツとか付属してましたよね。 すご。で、これが、メタルシャフトも、左右どちらでも、持てるわけか。グリップ部分に、こうやってはめることで、おー武装可能だということで、じゃあ、内容物のサイクロンスタイル3体を並べると、こんな感じで、オプションパーツ入ってるから、ソフビとは思えない見た目ですよね。ちょっとプライズっぽいというか。 でも基本の大きさ、全高とかは最新のソフビとかと特に変わらず、これ17センチサイズかなこれくらいですね。で、モールドの彫りとかがより深いんだなということで、それぞれ確認しましょう。まずはサイクロンジョーカー。一番ダブルの基本のフォームになりますが、はい、上半身グル。 どう見てからの、ここの複眼部分の濃さよ、そしてメタリックの明るさ、で、すべて裏側まで色入ってますので、裏側だからといって、色はきは一切ありませんし、最新版と比べるともうちょっと丸顔なんだけど、これの方が本編っぽいかな。あとはこの辺のさ、造形の立体感、これがさ、レジェンドヒストリーよりしっかりしてて、 この辺は10年前の方が、こっちの方がコストかかってる感あるなこの金型とかどこ行っちゃった <laughs> もうこういうのは数百円。まあ、当時多分700、800円だと思いますから、こういうのは作れないんでしょうね。もう今は。はい、足回り。裏側は雑巾入っておりませんね。 でもとにかくさ、スーツの立体感すごいのよ。ダブルドライバーも一応サイクロン部分とか色入ってますからね。で、ジョーカーのこういうところまでメタリックなんだ。はで、開き手になってるから、 すだちっぽさでていい感じだし、可動は腰と腕で、いつものソフビって感じですね。ほんと数百円で買えるライダーコレクションアイテムとして、ソフビってめちゃくちゃいいっすよね。硬めかなあ、軽い。やっぱ今の方が。こういう分厚めなんだろうな、ソフビの素材感自体も。すごいスタイルがいいとか、プロポーションがいい。 なんか筋肉のラインとか素晴らしいっすもんね。はい。そしてサイクロントリガー。基本的には先ほどのサイクロンジョーカーと同じ金型が使われておりますが、半分色が変わってハーフチェンジしてますね。ジョーカーからトリガーに変化してて。わかりやすいですね。この変化が。で、メタリックブルーが使われておりますし、ここのベルト部分ですね。ちゃんとトリガーに変化してますね。 で、差別化のためというか、一応今回オプションパーツでトリガーマグナムも付いてますから、これで、まあ、角範囲もあれですから、トリガーマグナム武装状態を表現することができますね。これが左右どちらでも開き手になってて、ちゃんと持ち用にね、綺麗にえぐれてますから、スッと持たせて保持もかなりしっかりする感じ。 トリガー的にこっちに持たせた方がしっくりくるかな。こうだったりとか、こうだったりとか。真っ青。こう見ると、ダブルが超真っ青。すげえなープレバン限定アイテムとはいえ、これがさ、3体1セットで3000ちょっとで、当時は手に入ったんですね。とはいえ、もう10年前の話ですからね。はい、そして、サイクロンメタル。 これも先ほどのサイクロンジョーカーと同じ金型が使われておりますが、半分色変わってて、サイクロンのカラー安定してますね。どのスタイルも全部同じメタリックグリーンで表現されてますね。色ムラとかも全くない感じ。逆に反対にすると、こんな感じで全然雰囲気変わりますね。仮面ライダージョーカー感ありますね。真ん中は。そしてメタルはしっかり、 胸の柄部分も鉄板っぽくなりますし、ここもシルバーカラー入りますね。で、メタルシャフトも十分長いっすよ。はい、さらに上半身近づいてみるとこうで、メタル側すべてシルバー塗装と。ていうか今回成型色部分が一切ないんだよな。あ、そんなことないか。ジョーカー部分も塗装だよね。これは成型色なんだけど、 あ、でも成形色なのかな成形色の上からなんかコーティングでもしてあるのかなすごい質感が高いブラック。塗装に見えるから多分塗装な気がする。この全てメタリックカラーで表現っていうのがやっぱお金かかってる感ありますね。はい、メタルシャフトをまっすぐ持つとこんな感じで綺麗にさ、斜め持つできるんですよね。で、これも反対側に持たせることが できますので、はい、こっちの方がよりメタル感出ますよね。これでさらにハーフチェンジできたら面白いんだけど、さすがにソフビでそこまではできませんよね。いや、でも文句なしの素晴らしさ。はい、改めて。まあ、これが悪いとは違いんですよ。これめちゃくちゃいいんですよ。レジェンドライダーヒストリー僕もすごい好きなので、造形がガラッと見直されて、若干足が長かったりとか、小顔だったりとか、 プロポーションとかも最新の表現にしてあるんですが、一時期もっとひどいことになったので、ゴーストとかエグゼイドの頃ってだいぶポテポテプロポーションですからね、これ10年前のやつですよ。それに比べると、やっぱり緩かったんすよね、プロポーション。全体のライダーシリュットが、これが大幅に見直されたのが、こっちのレジェンド。 ライダーヒストリーなんですけど、それと比べても、10年前のこの辺のソフビっていうのは、非常にクオリティが高くって、まあ、要はクレイジーですよね。金額の割に出来がクレイジーっていう、そういう感じにまとまってますね。ということで、ライダーヒーローシリーズ EX のサイクロンスタイルの3体はこんな感じ。今回の3体のサウンドも鳴らしましょう。サイクロンジョーカー。 さらにサイクロントリガーそしてサイクロンメタル。 以上プレバン限定ライダーヒーローシリーズ EX 仮面ライダーダブルサイクロンスタイル3体セットの紹介でした。